DAW デスの鈴木です。ロジックプロ10バージョン 10.4 の新機能動画、今回はクロマバーブを紹介したいと思います。ロジックのリバーブプラグインというとスペースデザイナー、これも非常にいいプラグインなので使われている方多いと思います。スペースデザイナー自体は IR、 つまりインパルスレスポンスを使ったコンボリューションリバーブでしたけれども、今回追加されたこのクロマバーブに関してはアルゴリズムを使ったアルゴリズムリバーブになっているよというのは、まあ根本的な違いになっています。インパルスレスポンスというのは、まあ簡単に言いますと部屋の残響をサンプリングしてそれをベースにリバーブを生成するというものなので、特定の部屋の再現というのは非常にリアルに行うことができるというのが特徴です。もちろんそれもいいんですけれども、個人的には必ずしもリバーブが常にリアルである必要はないと思っているので、まあこういうデジタルリバーブっていうのも結構好きで、要するに欲しい音に合わせて使い分けるというのが大切かなと思います。前置きが少し長くなってしまいましたけれども、今回のこのクロマバーブ結構音作りの幅が広いです。それを自由度が高いと見るか、音作りが難しいと見るかも、まあ、その人それぞれだと思うんですけれども、まあ、プリセットも一通り聞いてみましたけども、これもかなりよくできてるなという感じなので、まあ、ぶっちゃけこれを使うだけでも全然 OK だと思いますが、といってもそれだと動画になりませんので、主要なパラメータであったり基本的な使い方の部分っていうのを今回見ていこうかなと思っております。クロマバーブ、先ほどご紹介した通りアルゴリズムを使っているリバーブですので、まずはこう何々タイプみたいなリバーブの種類を選ぶと、それがこの画面の真ん中にある今ルームと書かれている部分です。こちらクリックしてあげると14個のアルゴリズムを選ぶことができるようになっています。それぞれのタイプごとに特徴はあるんですけれども、中でもちょっとわかりやすいものをいくつか紹介してみたいと思います。まずはルーム、その名の通り部屋で弾いているような自然な響きっていうんですかね、が特徴的なリバーブタイプになっています。みたいな感じですね。続いてコンサートホールは、もうその名の通りホールで弾いているようなちょっと広めの音っていうんですかね、濃厚なサウンドが特徴かなと思います。反対に非常にスッキリとした響きをしてくれるのがこのデジタルタイプです。特に広域に行ってくると、まあ、スカッと抜けるようなですね、まあ、癖のないサウンドっていうんですかね、まあ、非常に分かりやすく使いやすいタイプかなと思っております。ちょっと変わったタイプがこのブルーミータイプ、短く弾くと分かると思うんですけれども、独特の反響を作ってくれるよという形になっております。ここで選ぶアルゴリズムによってですね、まあ、下のパラメータで変えた時のサウンド変化っていうのも当然変わってきますので、まずはベーシックな部分でアルゴリズムを選んであげるっていうのがいいのかなと思います。で、実際にどの音が合うのか分かんないよっていう時には、やはりこうプリセットを使ってですね、なんとなくイメージに近いものを探していただいて、そこからいじっていくっていう方がいいのかなといった形です。で、ちょっと今回はデフォルトの状態で分かりやすいので試してみこうと思うんですけれども、分かりやすくウェット 100% にしちゃいましょう。そうすると、まあ、こんな形の音になっております。先ほどからお気づきかと思うんですけれども、画面上にこうリバーブ成分を視覚化してくれるというのが機能がついていますので、この帯域に対して強めにかかってるんだとかっていうのが非常に分かりやすいかなと思います。ちなみにこの視覚化情報っていうのはこのボタンでオンオフができるようになっています。インターフェース的にはなかなかこうパソコンスペックを食いそうなインターフェースではあるんですけれども、実際にはそこまで負荷はかからないのかなといった感じになっております。で、まずはこのダンピング EQ から見ていこうと思います。ダンピング EQ というのは、このメイン画面で使うことのできる4バンドのイコライザーなんですけれども、どの帯域に対してリバーブをかけたいのかというのをコントロールするパラメータだと思っていただけると分かりやすいと思います。例えば今低域を弾きますと、この辺りの成分が強く出ていると。で、ここがちょっと鬱陶しいなっていうの場合には、このイコライザーを使って、例えば先ほど視覚化されていたこの辺りですねをカットしてあげることによって、ちょっとスッキリとしたリバーブを作ることができるようになってます。もっと分かりやすくするとですね、例えばローカット入れちゃうと、もう EQ 成分自体がなくなっちゃうよと。
このようにダンピング EQ を使うことによってリバーブのサウンドっていうものをかなりイメージ通りにコントロールすることができるという形になっております。画面の下側には一般的なリバーブのパラメータが並んでいるっていった形ですね。よくいじると思うのがサイズであったりディスタンスかなと思います。サイズ下げていくと、上げていくと、まあ部屋のサイズを変えるっていう形ですね。今ルームリバーブなのでこんな感じですけれども、ホールとかにするともっと違いが分かりやすいかと思います。そしてディスタンスは聴感上の距離を作ることができると、例えば 0% にしちゃうと、まあすごい音源に近い音になりますけれども、数字を大きくしてあげると、音の芯がボケていって離れたところで聞いているようなサウンドを作ることができるというパラメータになっております。あとはですね、部屋の大きさという意味でいくとプリディレイっていうのも非常に重要です。これは原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの時間差っていうパラメータなんですけれども、ミリセック単位でコントロールすることができるようになっています。例えば0ミリセックにすると、原音とリバーブ音が同時に鳴ってくれるんですけれども、大きくしていくと原音からリバーブ音までにタイムラグを作ることができるよと。今かなり極端な例でありましたのであれですけれども、この数値によっても空間の大きさの表現っていうものが変わってきます。またここの音符ボタンを押してあげると、プロジェクトのテンポに同期させることもできるようになっています。こうすると単位がミリセックではなく音符の長さになるよと。例えば8分の1遅らせるとか、2分音符のタイミングで遅らせるとか、といった使い方ができるようになっています。またエフェクティブな使い方をするのであればディケイも面白いかなと思います。ディケイは余韻の長さですけれども、短くすると、長めにしてあげると、なんていう感じですね。こちらもプロジェクトに同期させるといったことができるようになっています。また面白いのがこのフリーズボタンです。フリーズボタンを押してあげると、今の余韻を永遠にこうつなげるというか、無限にこう鳴らし続けることができると。もっと細かい音作りがしたいなんていう時には、このディテールのページに入ってあげるといいと思います。このクロマバーブ LFO を使ってモジュレーションさせることもできると。分かりやすいようにデプスを上げてスピードを上げていくと、こんな感じでリバーブ線を揺らすことができると。これもエフェクティブな音を作りたいときには必須のパラメーターかなと思います。モジュレーションソースはサイン波なのか、ランダムなのか、ノイズなのかと、3種類から選ぶことができるようになっています。そしてスムーシングでモジュレーションソースの滑らかさを決めてあげるみたいな感じですね。ワイズは広がりです。あとモノメーカーって結構便利で、これは設定した周波数以下のものをモノラルにするよなんていうものです。こんな形で余韻がステレオに広がるんですけれども、モノメーカー入れてあげると余韻がモノラルから聞こえるよと。あとこのクオリティのところでリバーブのですね、滑らかさが変わるんですけれども、これ結構劇的に変わるので、綺麗なリバーブ欲しい場合にはウルトラ選んであげるといいと思います。ただその分 CPU 負荷っていうものはちょっと高めになってくるって感じですね。逆にエフェクティブに使いたい場合は、ちょっと荒々しい方がそれっぽいかと思いますので、ローを選んでしまうというのもありかなと思います。最後にアウトプット EQ なんですけれども、これは最終的なイコライザーがここに実は入っているよと。これもリバーブ使う上では必須のパラメータだと思うんですけれども、今までリバーブの後段にですね、もう一個イコライザーを入れて、そこで最終的な音質をコントロールしていたと思うんですけれども、それを一つのプラグインの中でできるようになったよと。じゃあこれはダンピング EQ と何が違うんだよっていうのはですね、聞いていただくと分かりやすいと思うんですが、ダンピング EQ の場合はそもそもその帯域に対してリバーブをつけないことができるんですね。それに対してアウトプット EQ というのはディレイ音に EQ をかけるというものなので、基本となるリバーブの音色作りを行うダンピング EQ に対して響きの補正を行うのがアウトプット EQ なんていうふうに考えていただくと分かりやすいのかなと思っております。ということで今回はクロマバーブ見てきました。冒頭でも紹介しましたけれども、作れる音の幅が非常に広くて、なおかつこうかゆいところに手が届くような
設計になっていますので、使いこなしていくとかなりイメージに近いリバーブサウンドっていうものを作ることができるかと思います。ぜひ活用してみてください。それではご視聴ありがとうございました。